ミキューチャンネルでーす。いやー、いやー、今年も皆さん大変お世話になりました。はい、プリキュアのね、映画のリモートアンバサダーをいっちゃんが務めさせていただいた2022年でしたが、1年間でこんなに買っちゃいました。プリキュアグッズ、ちょっとこんなにあると思わなかったね。うん、どう、これかわいい。そうだよねかわいいよね。それでね、1年の締めくくりですので、いっちゃん5歳がね、どれをお気に入りだったのか、ちょっとベスト3を聞きたいと思います。第3位はあ、リュックサックです。池の平ホテルでプリキュアルームに泊まるともらえるリュックサックです。はい、ここに池の平ホテルって書いてあります。好きな理由は何でですか？可愛くてどこでも使えるから。使えるグッズが好きってことですね。第2位、パズル。あー、96ピースの方ですね。96ピースだといっちゃんはだいたい10分とかぐらいでできんのかな。はい、これどうして好きなんですか？楽しいから。楽しい。1位を選んでください。一番好きなの、これ、ステーショナリセットです。おー、あ、これ一番使ってる。好きな理由は何でですか？スタンプとか押せるから。実用性重視でした。ボタンよろしくお願いします。バイバーイ。